写真自体は波打ち際で撮影してるんですけども、深さ自体は多分膝に行かないぐらいのすごい浅いところで撮ってるんだけど、人立ってれば、キャって遊びそうな。でも寝転がってることによって溺れちゃうかもしれなくて、自然と人間の境界線みたいなのを表している作品なんですね。私はフォトグラファーの池谷智秀です。私の作品は基本的に、まあ、大きなテーマとしてコントロールがあって、偶然だけだとそれは身を任されてただコントロールされるがままにやられてるだけの話で、コントロールするものとされるものの何かこう境界線みたいなを表現している。